はい、皆様、こんにちは。ドクター・トクの生き生き健康チャンネル。今回は、憲法改正と日米関係について考えてみたいと思います。日本国憲法第2章、戦争の放棄。第9条日本国民は正義と秩序を基調とする国際フェアを誠実に帰求し、国権の発動たる戦争と 武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2個、全項の目的を達するため陸、空、陸、海、空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は認めない。しかしながらこの戦力の不保持を定めた9条。 2項とと自衛隊のの存存在在は明らかに矛盾ががあるとの批判が存在いたします一方で防衛白書憲法と防衛政策の基本にはこんな記載があります我が国は第二次世界大戦後再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し平和国家の建設を目指して努力を重ねてきた 高級の平和は日本国民の念願である。この平和主義の理想を掲える日本国憲法は、第9条に戦争を置き、戦力不保持、公選権の否認に関する規定を置いている。もとより、我が国が独立国である以上、この規定は主権国家としての固有の自衛権を否定するものではない。政府はこのように我が国の自衛権が否定されない以上、 その行使を裏付ける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは憲法上認められると返している。このような考えに立ち、我が国は憲法の下、専守防衛を我が国の防衛の基本的な方針として、実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきている。 このように一般的な政府の救助に対する見解は自衛隊の存在は憲法上容認されるというのが従来の政府の見解でありますさてこのような経緯に至ったことを振り返ってみたいと思います旧日米安保条約 これは1951年9月8日、米国と日本国との平和条約、通称サンフランシスコ講和条約が締結されたことに従って、同じ日に日米安保条約が締結されています。すなわち、日本国と米国との間の安全保障条約であります。日本における安全保障のために、アメリカ合衆国が関与し、 アメリカ軍を日本国内に駐留させることなどを定めた二国間条約であります当時の米国国務長官ジョン・ダレス彼はアメリカ合衆国は望む数の兵力を望む場所に望む期間だけ駐留させる権利を確保したと述べています その10年後、新しい日米安保条約が日本中が大きな混乱の中で成立いたします。そして、この日米安保条約の締結に伴い、日米地位協定が調印され、日米地位協定をどう運用するかを協議する実務社会、すなわち日米合同委員会、 が発足いたしますこれは主に在日米軍関係を協議する機関であります。日米合同委員会協議は月2回秘密の会合としてニューサンノーホテルで1回そして外務省が設定した場所で1回開催されていますニューサンノーホテルこれは東京都港区 南麻布に所在する在日米軍の施設でアメリカ海軍が管理しています政治家は参加せず省庁から選ばれた日本の官僚と在日米軍のトップがメンバーとして協議を行っていますそのメンバー日本側代表法は外務省の北米局長 アメリカ側代表は在日米軍司令部副司令官そして代表代理として法務省あるいは農林省などの官僚アメリカ側の代表代理は駐日アメリカ合衆国大使,公大使館講使他は在日の軍部の参謀長などであります。 松本清張はこんな「真相改流」というミステリー小説を書いて戦後の日本国の人知れない真相で動き始めた GHQ 政商内閣情報調査の調査室の秘話など歴史の表舞台に登場しない真相に生まれた史実を明らかにしています GHQ の占領政策終わったが アメリカの政策は一挙に日本から引き上げていったのではない日米安保条約あるいは地位協定の本質は別の形で継続された占領政策であると言っています昨年こんな本が出版されています 謎の日米合同委員会。法律はもちろん憲法さえも超越して、日本人のさまざまな権利を侵害する米軍への便宜供与が日常的に行われています。現在でも毎日のように日本や日本近海の空域でアメリカ軍が自由に危険な訓練飛行を行っており、それを止めさせることが日本政府には一切できない。 平和条約は1951年に締結されたが、それ以来70年が経過しても、日米地域協定や日米合同委員会により、日本の実態は占領国状態である。こんな育児のない独立国は世界中どこにもない。同じ敗戦国であるドイツやイタリアは、米軍に自国の法律適用を認めさせている。 日米地位協定や日米合同委員会の抜本改定を主張する政治家は日本では皆無に近い GHQ という占領下日本での最高権力のもと設置されたのが日米合同委員会の出発点である米軍の要求が絶対だった占領下の日米の力関係がこの組織の規定に刻印されている 国会の承認は必要とされない外国軍隊の基地提供という試験に代わる重大な問題が国会議員や市民の目に届かない日米合同委員会の密室で決められてしまうという仕組みが最初から作られている日米合同委員会の本質は占領軍から中流軍へと 国際法上の地位を切り替えた米軍が日本の官僚機構との密室協議を通じて実質的に占領時代と同様の特権を維持するための組織である日米行動委員会の議事録も合意文書も原則として非公開である国民市民の目が届かない密室でのごく限られた高級官僚と在日米軍交換の合意が いわば実施催促として日米両政府を拘束するほどの大きな効力を持つとされるそれ自体がいかに異常なことかこんな本も今年出版されていますなぜ日本では米兵の犯罪を取り締まることができないのか なぜ米軍基地の騒音被害や環境汚染を止められないのか、なぜ基地のそばで暮らしているだけで数多くの悩みを抱えねばならないのか、積み重なるなぜの原因は日米地位協定にある。安全保障が私たちの日常を脅かす。 首都圏上空に存在する米国領横田侵入管制区通称横田空域という空間があります東京都の在日米軍横田基地や神奈川県の厚木基地に離着陸する米軍機などを管制する区域として米軍が管理しています 東京都をはじめ、これらの県、1と9県にまたがっている広大な領域であります。高度2450メートルから7000メートルまで米軍が管理下に置いています。そして羽田空港はここに存在します。横田空域。 日本の民間飛行機が同空域を飛行するのに、米軍の許可が必要であります。民間機の定期便は、米軍の許可をその都度受けなくても済むように、横田空域を下げて飛行することになります。これが横田空域。羽田空港から北陸、西日本方向へ飛行する民間機は、 東京湾上で急旋回し、そして急上昇して、横田空域を越えなければなりません。首都圏周辺の広大な空域が、米軍の許可なしには、日本の航空機が飛行できない。このように、安保条約の下で、日本の空の主権が侵害されています。 先ほど申しましたように、防衛省の防衛白書には、自衛隊の存在は憲法上容認されるというのが従来の政府の見解であり,あります。さて、自民党の改憲案と現行憲法の違いを見てみます。第2章、戦争の放棄。現行憲法と自民党の改憲案にはほとんど 違いはありません一方で2個、全項の目的を達するため、陸、海、空軍、その他の戦力はこれを保持しない、国の公選権はこれを認めない、これが現行憲法ですが、自民党の憲見はこのように全項の規定は自衛権の発動を下げ,ても下げるものではないと記されています。すなわち、自衛隊を国防軍とする。 いう考えがあります第3項国防軍は第1項に規定する任務を遂行するための活動のほか法律の定めるところにより国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持しまたは国民の生命もしくは 自由を守るための活動を行うことができると、この自民党の会見には書かれています。これは、すなわち、日本の国防軍は国際的に同盟軍との協調活動ができるというふうに解釈できます。すなわち、自衛隊の海外,派が海外派兵が可能となります。 集団的自衛権。これには個別的自衛権は自分の国を守る時が個別的自衛権。一方で集団的自衛権は同盟国を守る時であります。同盟国のアメリカ軍が攻撃された時に自衛隊が反撃するのは集団的自衛権を使うことになるが、そこまでは憲法9条の制約があるから、 認められてないというのが従来の憲法解釈でありましたところが安倍首相がこんな例2つの例を挙げていますどこの国にも属さない航海で共同で活動していたアメリカの艦船が攻撃された時に自衛隊が反撃するあるいはアメリカに向かうかもしれない弾道ミサイルが飛んできた時に 自衛隊がそれを打ち落とすこれら以外に広く集団的自衛権を使うことを認めると自衛隊も海外で武力行使ができるようになります自民党改憲草案の危険性自民党改憲草案は9条を改正して集団的自衛権を認めようとしています 集団的自衛権とは自衛という名前が付いているがその中身は軍事同盟に他になりません集団的自衛権を認めて他国と軍事同盟を結べば第三国が地球の反対側で日本の同盟国に攻撃した場合でも日本はその第三国に反撃することになりますその場合第三国にとって日本は敵国となり日本は 国際法上直接第三国から攻撃されてもやむを得ないこととなります。1970年に入りアメリカから日本に対してベトナム戦争派兵への圧力が高まっ強まった時当時総理だった田中角栄はどんな王政があっても日本は一兵卒たりとも 戦場に派遣しないいと答えていますアメリカが日本に位置付けた憲法9条を逆手に取って日本が派兵しない理由に使ったのであります憲法9条の改正に関して賛成の政党自民党 自衛隊の明記は自衛隊の意見論を解消する狙いがある。維新、自衛隊に関する規定を明記すること。国民民主と自衛隊を保持する現実との乖離を埋める。N 国9、9条2項と自衛隊の存在は明らかに矛盾がある。一方で、9条の改正に関して反対の政党。 公明党、自衛隊の名義は多くの国民が自衛隊の活動を理解し、違憲の存在とは認めていない。立憲民主、自衛隊の名義は憲法上、集団的自衛権の行使が可能になりかねない。社民党、自衛隊の名義は戦争を放棄し、戦力を保持しないとした憲法を変え、 自衛隊が何をやっても違憲と言えなくなり、戦争のできる国にする改悪だ。共産党、自衛隊の名義は戦力を持たない、公選挙を否認するという9条の根本を空洞化させ、海外での無制限の武力行使を可能にする。令和、今、憲法を変える必要はない。 2項全項の規定は自衛権の発動を妨げるものではないと自民党の会見には書かれていますこのように自衛隊の明記をはっきりさせるというのが2項であります私が問題にしたいのはその第3項国防軍は法律の定めるところにより国際社会の平和と安全を確保するために 国際的に協調するこのことは日本の自衛隊国防軍は米軍との協調活動ができて集団的自衛権が行使可能となるという意味ですむしろこのことこそしっかり広く国民的な議論が必要ではないかというふうに思います ジョーバイデン大統領が来日時に岸田首相と共同会見を行った際、台湾亡命のために防衛のために軍事力を行使する意見があるかと記者に聞かれてイエスと発言した。これまで米国政府は中国との交戦を避けるため台湾有事があったとしても戦略的相いましさという言い方を繰り返し中国と一線を交える意図はないとしてきた。 だがバイデンは5月23日、中国が台湾を攻撃したときには、受けて立つとの意思を示した。自民党の会見が通れば、台湾海峡において、日本の自衛隊とアメリカの軍隊が中国と一線を交える、で事態にもなりかねません。まとめます。 日米合同委員会が日本の政治軍事を統括して日本を属国化しています。そんな状況下で九条を改憲すれば米国の世界戦略に自衛隊が利用されることになります。現在の日米地位協定、日米合同委員会の存在下に改憲するのは大きな危険性があると考えます。 憲法改正は日米が対等の立場になるまで延期すべきであります。7月の参院選挙、憲法改正に前向きな自民党、日本維新の会、国民民主党による加権を抱える自民党を含めた加権勢力の合計議席は348で八で。 三分の二にあたる三百十議席を大幅に上回っています。参院は四党で計百六十五席。三分の二の百六十四をわずかに超えています。参院での三分の二ラインは百六十六議席。すなわち改憲勢力四党でこれに到達するには。 83議席を売る必要があります会見容認の無所属議員を含め夏の参議院選では勢力の行方が焦点の一つになりますドクター徳の生き生き健康チャンネル今回は憲法改正特に憲法9条と日米関係について 考えてみました次回をお楽しみに